クレイマン、クレイマン続きをやっていきますけど、なんだこれ、足場くっそ悪いし、残機ゼロだし、大ピンチじゃないの。それ雲ね、いや、いいね。何これ、これさ、不毛にもさ、プロペラに当たったら死ぬよね。そしてゲームオーバー。はい、気を取り直していきましょう。このプロペラはうまく回避して、あ、エネマ欲しい。あおー、イエス、難しい。ああ、いい BGM、いい BGM よ、これは。楽しいですね。で、ショットもあると。バードもあるよ。このサルトがね、ほんとショット使っていった方がいいかもしんない。向こうに行ったタイミングで渡るのがいいか。いや、このタイミングでも行けるな。意外と隙だらけよ、このお猿ちゃん。OK! あ、なんだっけ、なんだっけ、スーパーウィリーだ。オッケー。え、そいつちょっとさ、雲まで侵入してくんのね。こういうのを見逃さないよ、私は。よし、チェックポイント。ああ、危ねえ。なんだあいつら。なんか右からまた音。こいつ、こいつ。あイエス。はい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 、うまいことさ、うまいことこうやって、どっから湧いた。いや、シークレット取れないな。エネマ、これ下に足場ある。うん、これは奥に行ったタイミングで行っちゃった方が、うーめ。OK。これ下をこうくぐしてだね。OK。全然あんま難しくないぞ。いいな、そのマシンいいな。そんな手で回すだけで簡単に飛べるんだ。おっと、ちょっとだけ怪しい雰囲気。あー、なんか BGM もちょっとだけ、あ、え、今死んでた。これ下行って、下行って、あ、 BGM 同じやんけ、よく聞いたら。あ、こっち来んのかい。うまいうまいうまい、よく見てるね、敵の動きをね。下の方飛んでんな。オッケー、オッケー。うざ、あいつらすげえパタ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 と。エネマいっぱいあるな。あ、ちょっと今ね、ダッシュボタン離したね。オッケー。何も見つけない、何も見つけないよ。引きつけて、ここでジャンプ。はいはい、決して難しいステージではないな。自分で勝手なミスしない限りは何も難しくない。 OK、 チェックポイント。 OK、 あっちゅうほう。危ねえよ、こいつが過ぎてから行く。なになに、なんか前回クソ難かったからさって。ちょっと今スーパーウィリアムさん。ハロー。ちょっとこいつだけ難しい。オッケー、レイガンで殺した。どう、いや、待って、何した俺、どうした俺。ちょっとないな。ちょっとほんま。さーて、こいつもタイミングさえ見れば何も難しくはないか。彼が行ってから行く。
で この辺だよね、この辺。そう、こいつがちょっとうぜえから殺しておいて。進もう進もう。むずくない。なんだこれ、どんどん足場見づらくなってくる。しかも危ねえ、危ないな。意外とあの普通にうちわみたいので飛んでるやつの方がうるさいね。プロペラも結構どこに当たっても痛いから危ないっちゃ危ないけど、黄色いうちわみたいので飛んでる猿の方がうざいわ。数もたくさんいるしね。これ普通に上から行きます。来るよ、完璧。あ、でもいいな、踏めるのはやっぱ楽だわ。このタイミング、このタイプ多いな。あー今ちょっとビビって使っちゃった。ビビってこの一体のために俺の全力使っちゃったもん。来年も、はい、オッケー、参りましょう。よし、もう敵踏んでもいいことないからな。何も、何かすごいいいアイテムもらえるわけでもない。とりあえずね、オッケー、飛んだ飛んだ飛んだ。危ねえからエネマ、エネモー。よし、うそ、焦った。無から生まれたこいつら俺を殺すためだけに無から生まれたぞ。今度こいつはこのタイミングよ。エネマまだ一発あったはずだ。クリアなんだもの。いやごめんね、なんかその尺のさ、振り幅っていうか尺が全然一定じゃなくて、前回なくて多分今回クソ短いんでしょう、ごめんねはい、ということで今回この辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら、バイバイ。